YouTube のチャンネル の、その再生リストの順番を入れ替える方法について、説明をします。自分で今ちょうどやってたところなんですが、皆さん困っているようで私もよくわからなかったのでメモを残しておきます。今例えばこのアイデアニュースチャンネルというのにはインタビュー、それから演劇、映画、ミュージカルというふうな順番で載ってるんです。ここの一番上に、ここにインタビューの上、インタビューの次にルポというのを入れたいので、ルポというのを持っていきたい、というのをやっています。この再生リストの中にはここをクリックすると、ルポというのもあるんですが、こう再生リストを見るとずっと下の方にあるんですね。だけどこのホームというところを押した時には、こちらの、順番は変えられるということのようです。まずやり方ですが、チャンネルをカスタマイズというところをクリックします。でチャンネルをカスタマイズとするとこういうふうに出てくるのですが、この中で、再生リストを押しちゃうと、またさっきと同じようにこの順番で、再生リストを作った順番とかが表示されるだけで、入れ替えることはできません、この画面では。なのでホームという方を、クリックしてください。チャンネルのカスタマイズでホームをクリックするとこういうふうに、出てきてですね、そのホームの中の下の方にここですね、コンテンツセクションを追加とかいうのがあります。このセクションを追加というところを押して、ここからコンテンツを選択してくださいというのがあるので、一つの再生リストをクリックして、ここの再生リストの中に、新しい、自分で作ったやつがいろいろあるんですね。このルポというのを例えばクリックして、これでここで完了というのを押すと、この中に、ルポというのが新たに入ってきます。でルポというものを新たに入ってきて、この右上に上向きの矢印がある、これを1個上げると、上に上がっていくんですね。この、今ルポというのがありましたが、このルポを上に上げると、ルポが上がっ、あれ上がんねえじゃん、ルポというのが、上に上がるはずです。上がりました、上がりました。でこのルポをもう1個上に上げます。こうやって上げていって、ルポをこれちょっと時間かかったですね。もう1個ルポをおいしょと上げていって、おいしょと上げていくと、あ、一番上に上がりすぎちゃったので、おいしょと下げます。そうすると、インタビューの後にルポというのが、出てきました。で完了、多分ここ完了出るんだと思うので完了っていうのを押します。そうすると、アイデアニュースのチャンネル、この再生リストの方は変わってません。再生リストの方は古いままなんですけれども、ホームを見た時に、このインタビューの後にホーラルポが来たという形で、順番を入れ替えることができます。ということで、YouTube のチャンネルの、ホームの中で、再生が順番に並んでいるのの再生リストを変える方法でした。以上です。失礼します。